仲良く並んでインフリンキー、片やイニシャル取ったら M と H、 近い未来コラボ誓う関係、カタログ丸め握りしめなんてことないけど気になっちゃって、ちょっと一言言ってやんなきゃね、今日はたっつり言ってやんなきゃね、せっかくだから言ってやんなきゃね、ちょっとあんたなんかそのテーブルクロス微妙に張り出した数センチメートル、決まってるイベントの展示スペースちゃんと守らないとよくなくないです、ん、はあ、これは失礼、気をつけます、なんか地味な反応、釈然としないフローに消化フロー、ちょっとあんたその無然とした体、楽しいイベント過ごすためお互い同じ参加者目線のアドバイス、もちろんその点大事にされなさい、私たち今回合体申し込みなんで、そういうのはちゃんと話ついてるんです、何のつもりか分かんないんですけど、あんまり適当なことは言わないでもらえるかしら、な、何して、よっ、ちょっとどうなのそういうの、こっちのセリフどうなのそういうの、いや私それまだ聞いてない、私そんなの全然興味ないの、ちょっと一言言ってやんなきゃね、今日はかっつり言ってやんなきゃね、せっかくだから言ってやんなきゃね、いやあれあれ今戻ったぜって何この空気、揉め事の雰囲気、なんか井戸端会議が未知の領域、ちょっとあんた何やってんのよ、合体で申し込むなんて聞いてないのよ、え何それ言わないとまずかった感じ、コラボするなお前のサークルとって、なんかかなり前に言うてはるよって、なんていつの間にかそこの技に引き込まれこうって、手のサークルと一緒にやってるの、どうにかんなことをあれやこれや並べ立ててああだこうだおっしゃっている模様ですが、私ここに別に特に主に何もせずに風雨にフラッと来てて、実に無理に文句たりに変な風に絡んでかなり深い、まず無罪傷は深い、やばい怖い怖い、そんな風にプレス気味に人のサークルに迷惑をかけに来てて、自覚ってないのですか、あちょっとどうなのそういうの、こっちのセリフどうなのそういうの、いや私それ聞き捨てならないの、いや私もう黙ってらんないの、ちょっと一言言ってやんなきゃね、今日はとことん言ってやんなきゃね、この際だから言ってやんなきゃね、おいおいやめようぜ喧嘩よくないよマジ最低、魔法ジャンル同士リスペクト大事だぜ、認め相手クリエイティブの感じ体験、敵対したっていいことはあまりないぜ、ほらいいこと言った、Say ho Say ho、 やれよ、黙って聞いてればあなたもっともらしいことを言ったようで、そこにあるそのコピー紙の内容の半分は私のグリモワールからの無断転載でしょ、さっき読んだけど、え、バレちゃった、あんたそんなことやってんの、だからパクリサークルって言われるのわかんないの、これはちょっと借りただけだぜ、だからそういうことじゃないって言ってんの、ちょっとどうなのそういうの、かなり同感どうなのそういうの、ねえ私それ聞き捨てなんないの、いや私もう黙ってらんないの、ちょっと一言言ってやんなきゃね、今日はかっつり言ってやんなきゃね、せっかくだから言ってやんなきゃね、私の口から言ってやんなきゃ、ちょっと一言言ってやんなきゃね、今日はとことん言ってやんなきゃね、この際だから言ってやんなきゃね、私の口から嘿嘿嘿。